あ。はい、どうも皆さん、こんにちは。さとみです。僕、猫をちょっと飼ってまして、もうちょっとで生後6ヶ月になるんですけども、名前をね、ちゃんと覚えてて、もうそれこそ、なんかボイスレコーダーで録音したね、俺の、名前呼んでる声でもちゃんと来るっていう動画をね、この前ちょっと出したんだけど、結構懐いてるんだよね。で、その懐いてる猫ちゃんが、もし飼い主が死んだふりをしてたら、猫ちゃんは一体どういう反応をしてくれるのかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。まあ、まず絶対に近寄ってくるね。間違いない。絶対に近寄ってくる。まあ、信頼関係だから飼い主と猫の。犬とかも、なんか飼い主が倒れたら、吠えてね、周りの人に知らせてくれるっていう動画とかも結構見たりしてて、まあ、猫もやってくれるんじゃないかなって、俺と猫ちゃんのね、信頼関係だったらいけんじゃないかなってちょっと思うんでね。それでは早速やっていきたいと思います。では行こう。ひな、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 ひな。俺よりね、遊びたいんだね、今ね。うん。じゃあ分かった。死んだふりしたら来てくれるかもしれん。必死さが足りない。ひな、ひな、ひな、救急車呼んでひな、ひな、やばい、やばい、死ぬ、ひな、助けて、ひな、救急車、ひな、ひ、ひなー、ひなー、ひな、あ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。 あとね、Twitter とかもやってるんでね、ぜひ Twitter の方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあな。